ゼーノートディーンスとは第二次世界大戦中のドイツ空軍内で不時着水した航空機搭乗員を救助するために編成された軍事組織である。1935年から1945年まで運用されたこの組織は初めて編成された水難救助任務を行う組織であった。ゼーノートディーンスとは当初軍隊により運営される民間業務であったが後に正式に ドイツ空軍に編入された。その存続期間中に、この組織は効果的な救難組織となるべく数々の編成上、運用上、技術的な問題を克服した。イギリスとアメリカ合衆国の航空関係視導層は、ドイツの成果を見ると、ゼーノートディーンスとお見習って、自国の救難組織を編成した。連合国軍が進行してきて、 ドイツ側の活動可能な海域が脅かされるようになると現地の税能とディーンスト部隊は解体され最後の部隊は1945年3月のバルト海で活動した白塗装に赤十字を描かれ民間機の登録記号をつけて救難活動に使用されるハインケル HE59 バイトから3935年に キールの港に駐在していたドイツ空軍の補給将校であったコンラート・ゴルツ中佐は、北海とバルト海での活動を意図した、航空救難組織であるゼーノート・ディーンズとの編成作業を命じられた。ゴルツは、ドイツ海軍の航空部隊、同様に民間の救命艇協会やドイツ海難救助協会との協力を取り付け、キールで編成されたドイツ空軍管轄の選定軍の、 管理指揮権を持つこととなった。ゴルツはゼーノートディーンストを民間登録された航空機を使用する軍と民間の双方からの人員で構成される民間組織として運営するつもりであった。イギリスとの戦争の可能性が増してきていた1939年初めにドイツ空軍は洋上での大規模な救助演習を実施した。 創作任務に使用された陸上基地から発信する爆撃機は航続距離が不十分であることが分かったことから爆撃機の航空基地は北海とバルト海上で捜索網を張りやすいように海岸に沿って設営された。これに続いてドイツ空軍は専用の航空救難水蒸気を調達することに決めフロートを備えた総発服用機のハインケル AG59 を選定した。 合計で14機の初期の方の HE59 が、救急機器、電熱寝袋、人工呼吸器、水面に降り入るための伸縮はしご付き床下ハッチ、ホイスト、信号機器、すべての機器を収納する、保管庫を取り付ける、回収のために送り出された。この HE59 は、救命活動の従事していることを表すために、白色に塗装された機体に、赤十字が描かれた。 多種多様な小型水上艇が航空救難部隊の指揮下に集められた。最初の複数人に対する航空救難活動は1939年12月18日に行われた。ビルヘルムスハーフェンへの爆撃任務を低い雲と霧に妨げられたイギリス空軍の24機のビッカース・ウェリントン中型爆撃機が機関の途中で指揮。 上がるメッサーシミット BF-109 戦闘機と b f 1 1十0戦闘機のパイロットたちに発見され、半数以上のワイリントン機が北海に撃墜された。ヘルノムにいたドイツのゼーノート・ディーンズと所属の救命艇が HE-59 と協力して20名ほどのイギリス空軍搭乗員を凍るような海から救助した。1940年にデンマークとノルウェーを、戦、それまで、 洋上紹介任務に使用されていた旧式化したドルニエドゥー18を装備する飛行隊が航空救難に割り当てられ、ズルトの島から運用されていたハインケル機の中の数機はデンマーク北部のオールボーに移された。ノルウェーにはスタバンゲルとベルゲンの2カ所に基地が置かれた。大抵の場合、地元の救難協会は税ーとディーンストに協力した。 1940年の5月と6月にオランダとフランスにドイツが侵攻するとさらに多くの救難基地が運用可能となった。オランダではデンハーグとスヘリングワウデが救難基地となりフランスのブローニュとシェルブールに駐留する救難部隊はすぐにバトルオブブリテンの機関に実動可能となった。1940年7月にゼーノートディーンストは正式に ドイツ空軍に編入され、空軍主計総監のハンスゲオルグ・フォン・ザイデル、中上指揮下の第16空軍監査局となったことから、空軍参謀長のハンスイエ・ションネク航空大将の直接の指揮下からは、外れることとなった。ドイツによるオランダの占領期間中は、ノースサウスロイヤル、ネザーランズシーレスキュー、インスティテューションとに所属するオランダの救難艇は、 ゼーノートディーンストに統合された。高速救難艇は白く塗装されて赤十字が描かれたが、二度にわたり連合国側の航空機から機銃装車を受けた。民間人の乗組員はドイツ側当局者と良好な関係を保ち、1940年から1945年の間にオランダの救命艇は約1100名の船舶乗組員と航空機、 搭乗員を救助した。占領期間末期になりいくつかの地域の救命停止機関がナチス体制に反抗して3隻のオランダ救命艇がイギリス海峡を渡り逃走したが、その中の1隻は40名のユダヤ人をイギリスの避難所へ運んだ。救命浮き船の装備品の一例1940年7月から8月のイギリスに対する航空船でのドイツ側の甚大な損害に応じて、 アドルフ・ガーランドは、ドイツ空軍のパイロットに、洋上で問題が発生した場合に、機体から脱出して、パラシュート降下するよりも、不時着水を行うことを勧めた。各機体には、搭乗員が長時間冷温の海水に浸かることで発症する低体温症を回避すること。これに比べて、スーパーマリンスピットファイアや、ホーカーハリケーンといった、イギリスの戦闘機には、 救命武器部には搭載されておらず、頼れるものは寒さをわずかにしのげる程度の救命胴衣のみであった。1940年7月にイギリスがドイツによるスパイや破壊工作員の航空機からの降下に警戒していたことと当該機が12機の BF-109 戦闘機と共に飛行していたことが原因で、ディール付近で活動中の白色に塗装された HE-59 が撃墜され、 搭乗員が捕虜となった。このドイツ機パイロットのログにはイギリス船団の位置と進路が記録されており、イギリス当局はこれが救助活動ではなく軍事偵察に資する活動であると認定した。英航空省は遭遇したいかなる敵級難器をも撃破すべしという胸の工事船254号を発布した。後にウィンストン・チャーチルは我々は再び飛来して、 我が市民に向けて爆弾を投下する可能性のある戦闘中に撃墜された敵パイロットを救助するというこの手段を容認することはできなかった。と記している。ドイツ側は救難機が野戦救急車や病院船のような移動衛星部隊に対して交戦国は互いに尊重し合わねばならないと取り決めているジュネーブ条約の一環であるとしてこの命令に対して抗議した。 チャーチルは、救難機がこの条約の想定外であり、該当しないとして、異議を唱えた。イギリス側の HE59 機への攻撃が、増加するとゼーノート・ディーンスとは、救難機を武装するとともに運用地域に応じた、カモフラージュ塗装を施すように命じ、民間機の登録記号と赤十字のマーキングは、放棄された。7月20日に、ゼーノート・ディーンスと所属の住所が攻撃してきた。 AA-43 飛行隊のハリケーン戦闘機を撃墜した。救難飛行には可能な限り戦闘機の護衛が付けられることになった。オランダで露隔された数機のドルニエドゥ24に救助活動用機器が取り付けられ、新たな機体が追加で発注された。8月に数機の露隔されたフランスとオランダの水蒸気が救難用に改装されて部隊に配備された。 オランダで製造された南機かのドルニエル243発、飛行艇と8機のフランス製、ブレゲー BR-521 ビゼルトに、ゼーノートディーンスと標準の救難機器が取り付けられた。さらにルアーブル、ブレスト、サンナゼール、ロワイアン2基地が設営され、緊急性に応じてより多くの航空機が、1941年5月22日に、 地中海のクレタ島沖で沈みつつある軽巡洋艦、グロスターの生存者救助のために、ドゥー24の飛行隊が呼ばれ、65名のイギリス海軍の兵員を救助した。マルタをめぐる戦いでは、ドゥー24機により、約1000回の救助活動が実施されたが、多くの機体が撃墜された。戦艦ローマからのイタリア海軍の兵員救助活動では5機中4機のドゥー24。 t が撃墜され、最後に残った機体は19名を救助した。対戦の最初の2年間でイギリスは航空救難部隊を組織することはせず、わずか28隻ほどのクラッシュボートが用意されたに、過ぎず航空機は一機も提供されなかった。イギリス海峡や北海に不時着水したイギリス側の搭乗員は、機体と運命を共にするのが常であった。墜落した。 搭乗員の運命は主にその上部組織の手に握られていたが、それらができる墜落現場近くのクラッシュボートの助けとなるようなことはほとんどなかった。1941年1月に洋上で危機的状況にある特に航空機搭乗員を救助する目的でイギリス空軍によりが編成された。救助飛行隊の適切な設置は看板で実践的な航空救難飛行隊で、 洋上高校の救難艇と航空機が共に行動するようになるには1年以上の期間を要した。1941年2月から8月の間にイギリス海峡や北海に不時着水したイギリスの航空機搭乗員1200名中444名が救助されたが、その中の78名はゼーノートディーンストに救助されて捕虜となった。この組織は ゼーノートディーンストの成功した成果から多くを模倣していた。イギリスの航空イコール海洋救助部隊は1942年9月からイギリス海峡と北海でアメリカ陸軍航空軍と協力した救難活動を始めた。アメリカ合衆国から来たオブザーバーはゼーノートディーンストとイギリスの救難部隊の双方から手本を得た。USUK の混成部隊は イギリス周辺海域から2000名近くのアメリカの航空機搭乗員を救出した。活動開始から戦争終結までにイギリスの部隊は単独で13,629名を救出し、その中の8000名は航空機搭乗員であった。税ーとディーンズと所属の選定と航空機は対戦の最後の4ヶ月間に 多数のドイツ市民の避難を援助した1944年6月のノルマンディ上陸作戦に続き、連合国軍が進攻してくると、ドイツ空軍は壊滅させられないように基地を後方へ下げた。連合国軍の行動により担当する活動地域が脅かされたゼーノートディーンズとの部隊は、解体されるか安全な地域を担当する他の部隊へ再編成された。 例えば1944年7月にブレスト攻撃のために集結していた米第8軍団に包囲された第1税納ト飛行中隊は1940年6月以来その地で運用されていたがウルタンの南部文献隊と共にバルト海のピラウェを送られそこで8月に第60税納ーート飛行中隊へと再編された1944年11月に ドイツの上層部は飛行艇の製造資源を他の用途に、一機の税能とディーンスと所属機が一回の活動で、救助したサイトの人数は、ドゥー24機による小人99名と大人14名であった。これは1945年3月に始まったコルベルクの戦いで、コシャリンに進撃してきた赤軍により脅かされた個人員からの救出であった。 積載量が課題で離証できなかったために当該機は海面上を超薬と滑走を行いつつ基地まで寄投した。これと同じ戦いの最中に税能とディーンストと共に活動した6隻の剪定は3月17日と18日にコルベルクの不団へピストン輸送を行い2356名を避難させた。バトルオブブリテンの期間中に税能とディーンストがイギリスと ドイツ双方の航空機搭乗員間に発見した問題は少なくない数の救助された航空機搭乗員が凍るような水から引き上げられたあと20から90分ほどで意識を失い死亡するというレプングガラップスと呼ばれる症状であったこの問題に関する研究は低体温症を発するほど二極度に温度の低い水に 人間をつけるというダッハウ強制収容所での囚人に対して行われた実験といったもので始められた。その後実験対象の人体を電熱寝袋でくるむぬるま湯や熱い湯に浸す数人の裸の女性と成功させるといった様々な方法で温めて分析した。この実験の過程でおおよそ80から100名の囚人が死亡した。1940年10月に エルンストウーデッドの提言で黄色に塗られたリトゥングスバージェンがドイツ側の手で航空機の不時着水が起こりがちな水域に設置された。この視認性の高い部位は4名分に十分な食料、水、毛布、乾いた衣服といった非常用の備品を備えた浮き式のものであり、退治する両陣営の窮地に陥った航空機搭乗員を引き寄せた。イギリス側の航空機搭乗員と 船舶乗り組員はこれをその形状からロブスターボットと呼んだ。ドイツとイギリスの救命艇は時々この部位を見回り、発見した航空機搭乗員はどちらの側であれ救助したが、敵側の兵員はすぐに捕虜となった。ゼーノーとディーンストが独自の研究で考案して採用した新しい救助用の装備品は、ドイツ空軍内でも広く活用されるようになった。 ミン緑色のフルオレセイン染領は、不時着水した地点を明示するために、有効なことが分かり、すべてのドイツ軍機がこの線量を携行し始めた。単発機も含めすべての戦闘用航空機向けに、小型の救命武器船が開発された。ありがとうございます。